はい、今調律の方終わりまして、ちょっと高音の方特にね、うなりがきついのでね、ちょっとこの3本同士がなかなか合いにくいというふうな状態にはなっておりました。あと今記録を書こうと思いましたら、過去にですね、私がお伺いする前に調律不可能っていうふうなね、ことを書いてありまして、これはおそらくですね、ジャンピングピンって言いましてね、この辺パンパンパンとこうね、微妙にこう動かすことができなくて、そういうのでやりにくかって調律不可能というふうな形に書かはったのかなと思ったりはしておりますが、やっぱり弦の方はそろそろ変えないと、うなりの方がかなりきつくなっているというふうな感じになっておりますね。はい、弦の方の寿命っていうのは、張り替えてから新品の弦は3年ぐらいしてからが一番ね、いい音が出てきて、3年から10年っていうのがね、まあ、金属疲労とか考えると10年ぐらいから金属疲労が始まるとは言われてますけども、人間の耳でちょっと古い弦かなっていうふうな感じになってくるのは30年超えてからになりますね。でもその古い弦は古い弦なりの味っていうものはあるので、私はまあ50年ぐらい使っていただけたらとは思っておりますが、やっぱりちょっと50年超えてくるとちょっとうなりがきつくなるかなというふうに感じておりますね。しかしですね、この下開けますと、このね、弦の奥にあるこの響板、この響く板がですね、ものすごくいい音、いい響きをしてますので、この響板を生かして、弦を交換、しかもハンマーも交換してね、しますとすごくいいピアノになるんじゃないかなと私は思ってますので、技術者としてみましたら、オーバーホールしてみたいなと思ったりしております。はい、外装の方を取り付けてみました。こういうね、角窓がついているようなデザイン、これはもう今のピアノにはないような高級なデザインになっておりますね。こういうふうに足のところにもこういうのがね、ついてたりとかね、こういう外装にもちょっとこだわりというかね、そういうのを感じますね。しかしまあ塗装の方がね、やっぱ古くなってますので、まあこの外装の方もね、この黒を剥がしちゃうと多分木目のね、綺麗な木が出てくるんじゃないかなと思いますのでね、この時代のピアノは、木目を生かしてね、木目調のピアノに塗り替えるっていうのもいいのかなと思ったりしておりますね。はい、鍵盤の方ね、これ黄ばんでおります。これはセルロイドの時代のピアノですので、ちょっとね、表面もちょっとね、変形っていうのが始まってきてますので、発鍵の方は、現在のね、アクリルの鍵盤に変えて、するのがいいのかなと思っておりますね。回りますとちょっとね、当たって割れてるところとかね、こういうのもオーバーホールの機会には直していくのがいいのかなと思いますね。かわいの文字とかですね、鍵穴とか、ペダルの方もね、綺麗にピカッと光るようにね、したらいいんじゃないかなと思いますね。はい、どんなピアノのどんな音が出てくるか、本当このピアノは楽しみに、楽しみなピアノではありますけどもね。はい、ちょっといろいろとご提案させていただこうと思います。